明日ショートに臨む羽生結弦、サブリンクで公式練習を行いました。助走スピードもない中でいきなりの4回転ルッツ、最高難度のジャンプをあっさりと決めます。平昌オリンピックで金メダルを獲得したプログラムに今大会から変更し、頂点を狙う羽生。四大陸選手権は過去3度出場し、いずれも銀メダルでした。これまでの羽生はジュニアとシニアの主要国際大会で5つのタイトルを獲得しています。今大会を制すれば完全制覇のスーパースラム達成、男子史上初の快挙に挑みます。